チョギャム・トゥルンパは、チベット仏教の行者で学者、かつ、詩、詩人、芸術家。チベット仏教行者や学者たちからは、チベット仏教の偉大なしであり、バジュラガーツとナーローパ・ユニバーシティ、シャンバラトレーニングメソッドを設立し、西洋へのチベットの仏教の普及に大きく貢献した人物として知られている。彼の教えは、 西洋人の仏教徒から見た狂気の知恵のスタイルで有名である。心不全により48歳で他界した。1939年2月、ドルジェ・ドラドルブクポは、東チベットのカム地方で、農民の息子として生まれる。生後13ヶ月の時、チョギャム・トゥルンパは、代々、カギュ派の名殺スルマン総員の総員長だったトゥルンパ、トゥルクとして知られるケシンラマ警府の、 第十一代目のトゥルクとして認定される。以後十八年にも及ぶ徹底した仏教の英才教育を受ける。カギュ派のトゥルクとしての訓練は体系だった。瞑想実践と仏教哲学の洗練された理論的理解に基づいていた。1944年五歳にして総委員長に任命される。1947年八歳の時、シャミとなる特土式を受ける。 特度の後、伝統的な修議に関する、集中的な学習と瞑想実践に専念し、処方の技術や単価の描き方、創院の舞踏も習得。主な思想は任魔派とか牛派の指導者である、シェチェン・コントゥルと憲法カンシャルであった。1958年、19歳で、キョルボンと憲法の学位を取得。1959年、 中国のチベット侵略から逃れるためヒマラヤを越えてインドへ亡命。ダライラマからインドダルハウジーの青年ラマゾー研修所の精神的アドバイザーに任命される。そこで4年間ほどチベットゾの指導に当たる。1963年、奨学金を得てアコントゥルクと共に英国オックスフォード大学に留学、比較宗教学、哲学、美術を収めた。 この期間、日本のいけ花、草月流の免許も取得している。1967年、スコットランドへ移り、西洋初のチベット仏教の瞑想センター、サムエー林瞑想センターを開設。1968年、王家の招きを受け、ブータンを訪れ、そこで、ブータンで唯一の瞑想施設に入り、ジグメ、ワンチュク王子の個人教師を務めた。 そこで王家のアドバイザーとして滞在中のディルゴ・キエンゼ、リンポチと再会する。その折、パドマサンババユカリの聖地タクサンで瞑想していたトゥルンパは西洋の科学物質文明の中に仏教を間に、根付かせるには自らの中の精神の物質主義を断ち切ることが必要だと悟る。イギリスに戻ったトゥルンパは精神の物質主義の根絶と慈悲の心の発展を 通して西洋に仏教を広める方法の探求に没頭するあまり大きな自動車事故を起こし、左半身麻痺という重傷を負う。これが転機となり、創意の影に安住して、事故の精神的安定を求める暮らしを放棄し、俗世界に事故を投げ入れる決意をした。また、若いイギリス人女性ダイアナ・ジュリスと結婚し、三人の息子を設けた。彼の変化に、 周囲の批判は高まった。特に、一緒に留学をしたアコンとの意見対立は大きく、やむなく、イギリスでの不況を断念し、新天地を求め、アメリカに渡ることを決めた。1970年、アメリカで出版された、チベットに生まれて、と、仏教と瞑想の日著書を通して得た信者のバックアップにより、バーモント州とコロラド州に拠点を確保する。さらに、アメリカ、 カナダ各地にダルマダーツと呼ぶ仏教瞑想書を置き、その中心としてコロラド州ボルダーにバジュラダーツセンターを設立。仏教と美術の講座を受け持つ傍ら広範な執筆活動を行い、また演劇、詩、心理学、映像に関する重要な会議において指導者的な役割を務めた。1974年、ナーランダ財団。 ナーローパ研究所を創立。タントラへの道井精神の物質主義を断ち切って、タントラ狂気の英知を出版した。流暢な英語を話し、通訳なしで西洋の学生たちに法を解き語ることのできる最初のラマだった。彼はアメリカでの人気が急上昇し、一躍精神世界のリーダーとして注目されるようになる。フランチェスカ・フレマントルと共同で、 チベット死者の書の新約を出す。1977年、シャンバラトレーニングプログラムを設立。世俗的な環境の中で、チベット仏教の本質を実践して生きるためのプログラムを展開し、多くの弟子が彼の下で学んだ。アメリカでの成功を手にした彼だが、アルコール中毒、セックススキャンダルなど、一般的な聖職者の概念を覆す話題にも、こと書か,かなかった。 1986年、住居とバジュラダーツセンター本部をカナダのハリファックスへ移す。1987年、48歳で死去。晩年は交通事故の後遺症と深刻なアルコール中毒のため、急速に健康が蝕まれていったという。遺族は妻のダイアナと三人の息子。長男のサワン・ウーセル・ランジュン・ムクポは、バジュラダーツの本部長かつ精神的な、 最高指導者として、トゥルンパの後を継いでいる。ありがとうございます。